ソフィアバンク ラディオステーション。さて、今回は田坂さんの著書、複雑系の知能、終章に書かれている言葉からお話を伺いたいと思います。知の営みにおいて、我々が決して忘れてはならないことがある。それは、その歴史の瞬間そのものを現実に生きた人々に対する深い共感の思いを持つことである。この言葉なんですけれども、うん、これは複雑系の知という、まあ、ある意味でこれからの社会が複雑系としての性質を強めていく、まあ、その中で我々がどのような知の在り方で処していかなければならないのかという、まあ、そんなことを書いた本のその最後の一節の中にある言葉だと思うんだけれども、まあ、これは自分なりのまさにこの知の営みというものをする時の、ある意味でのこの覚悟のようなものを語ったんだと思うんだね、うん、でこの知の営みという言葉はある意味では非常に格好のいい言葉でね、はい、で例えば自分もシンクタンクという世界を長く歩いてきたんだけども、こういう知の営みなどを仕事とするような職業、これは学者の方も、まあ、大学の先生研究者もそうだと思うし、まあ、評論をなさる方、またもちろんシンクタンクコンサルティング、まあ、こういう立場の方々共通に問われる問題があるような気がするんだね、うん、でそれはこの知の営みということをやるときに、実は我々いつも非常に矛盾した2つの その視点に立たなければならないんだということに気がつくべきだと思うんだね、うん、でそれは、まあ、よく使われる言葉で言えばマクロとミクロということかな、うん、例えば僕マクロってマクロ経済学なんかの言葉でもよく使われるけれども、うん、社会全体をまさにマクロな視点で論ずる時があるよね、はい、例えば今回の改革で失業者がね何百万人出るだろうという、これはそういうマクロな議論というのは必要であって、そこに必ずしもそのある種の感情が混入する必要はないと思うんだけどね、うん、ただ我々が一人の人間である限り、マクロの視点だけでものを語るということであってはやはりいけないだろうと、はい、で例えば今何気なくこの失業ということを申し上げたけど、うん、実際にその失業をされる方がどういう問題に直面されるかという、一方であえて言えばミクロの一人一人の人間の生活のような部分に、うん、しっかりとした目線を持ってないと、どちらも言葉に力がなくなってしまうと思うんだね。で我々のこの知の営みと呼ばれるような仕事なり職業というのは、この2つのある意味で非常に両立させるのが難しいと思う瞬間すらあるんだけれども、はい、この緊張関係の中になければならないと思うんだね、うん、もう一度申し上げれば、マクロに社会の在り方を論ずるということは極めて大切なことで、はい、よくその視野狭窄に陥るという言葉があるけれども、狭いものに目を奪われてしまって、大局観とか大きなトレンドというものを見失ってしまってはならない、うん、まあ、そういう意味でマクロな視点というものはもちろん非常に大切なことなんだけれども、一方で同時に我々そのミクロな視点、今の例を挙げれば例えば失業とか、まあ、例えば戦争とか、うん、でそれを現実に政策として行った時に、そのどういう一人一人の人間にとってのその人生とか具体的なこの問題が生まれてくるのかということについての、やっぱり深い思いを持ってないと、うん、何か我々社会を論ずる時の大切な視点が欠けてしまうような気がするんだね、はい、でところが我々の心の中にはこの2つを両立するのが難しいって気持ちがどっかにあって、うん、政策を政策として論ずるのは、まあ、
勇ましく結構やろうと思えばできるんだけれども、でも一方でその一つの政策を打つことによって、時にこれは戦争のような大変厳しい政策であったりすることもあるし、失業が増大するような政策であることもあり得るだろう。でその時にその問題に直面する人々に対しての一人の人間としての思いのようなものをどこまで持てるか、でこれがすごく難しいと思うんだね。でよく最近の構造改革などの中でも、クールヘッド、ウォームハートっていう言葉をよく使うんだね。でこれも実は同じようなことをおっしゃろうとしてるんだろうと思うんだけども、マクロにものを見て冷静に大きな流れを判断して、政策として正しいと思われるものを選び取っていく、だけれどもその一方でウォームハートがなければならない、クールヘッドだけではダメなんだという、これは実はよくお分かりになられていることだと思う、ところが我々油断するとこの2つを共に持つことが非常に難しいがゆえに、割り切ってしまうんだね、まあこれは政策を論じている場なんだから、まあ、これでいいんじゃないですかと、もうそう口に出して言うことはなくとも心の中でそんな割り切りをしてしまうことが実は多いような気がするんだね、でこれも逆もまた割り切りも起こりうるので、結局その人間一人一人に対する思いだっていうのは全く正しいんだけれども、そのある意味での感情の流れにその任せてしまったら、実はその大きな流れの中でやはり思い切ってしなければならない政策が打てない、だからこれもまた一方の過ちのような気がするんだね、で実はこの地の営みというのは我が国の政策を運営する方から立案される方、企業においては全社員の人生を預かって戦略だとか意思決定をしていかれる経営陣の方々、いろんな方々いらっしゃると思うんだけども、この地の営みにおいて実はいつも我々この矛盾の中にあるんだね、でマクロミクロと言葉で言うことは簡単だけれども、実はそれを一人の人間の中で同時に持ち続けること、この2つの視点を、これが実は難しい、でやはり世の中でよく評論家という言葉がやや厳しい批判的な意味で使われてしまう時というのは、おそらく多くの方々が、あの人は何かそのマクロな議論をしているようだけれども、実は一人一人の人間に対する思いの部分が伝わってこないよねっていう、それを実はあの人評論家だからと言い方で使われる時が多いんだろうと思うんだね。でもちろん評論家の方にも一生懸命そういうことを大切に話をされようとする方もいらっしゃるんだけども、時折この評論家という言葉が厳しい意味で使われる時というのは、我々がこのミクロの視点というものを、そこに伴うべきある人間としての思いのようなものを失ってしまった時、もしくは失っているように見えてしまう時、そういう厳しい言葉が飛んでくるんだろうと思うんだね、とはいえやはりクールヘッドでなければならない、この矛盾の中に地の営みというのはあるんだろうと思うんだね、でこれをちょっと別な言葉で言うと、これ藤沢さんも時折使われる言葉だと思うんだけども、よく世の中で言われる鳥観図という言葉あるよね、バードビューっていうのかな、鳥が上から見下ろすように世の中を見渡して鳥観図的にものを言う、これはどちらかといえばマクロ、でも藤沢さんが本の中で言われるような中観図、虫の目線でね、私はアリの目、アリの目線ね、中間図、まさにその世の中上から鳥のような高いところからスッと見下ろす、この目線ももちろん大切なんだけれども、時にこのアリのようなね、虫のような立場でその地面に降りて、その下から空を見上げながら、でも周りにはいっぱい視界を遮るようなものがいっぱいあったり、鳥のように一挙に羽ばたいていけない、一生懸命歩いて目的地までたどり着く、餌を探して動き回るようなこともある、この中間図的な視点というものが一方で大切なんだということを、
っしゃってると思うんでね、うん、まあ、実はこの文章がその一つ申し上げたかったことはそんな意味とつながってくるんだと思うんだね、うん、まあ、この地の営みにおいて我々が決して忘れてはならないことがある。それはその歴史の瞬間そのものを現実に生きた人々に対する深い共感の思いを持つことである。で、この言葉は一つはシンクタンクのような立場で仕事をしながら、うん、まあ、政策を論じることも多かった。今もまあ政策を論じる立場にも立たせていただくことあるけれども、まあ、そういう立場で仕事をする時の一つの心構えを、うん、自分自身に言い聞かせるような思いがあったんだけれども、うん、で、このマクロミクロ長官図中官図ということがさらに具体的に自分に迫ってくる瞬間というのがあって、はい、これがこの文章の中にある歴史という部分なんだね、はい、というのは実は我々が今この日本という国の中で政策を論じ、うん、企業の経営戦略を論じているというのはそうは言ってもまだ本当のミクロとか中間図の観点にまだ立ってないような気がするんだね、というのは歴史という視点まで目を広げてみれば、うん、もっとギリギリのところでミクロという言葉ももうあまり使いたくないぐらいの話なんだけれども、もう一人の人間としてギリギリの瞬間を生きた方っていらっしゃるんだね、うん、中間図というのも単にその我々が街を見るような意味とは違う、うん、一人の人間として例えば戦争中に、うん、そのジャングルの中をもう当てどもなく行軍を続けられた兵士の方がいらっしゃったんだね、うん、で、実はこの思いというものをこの歴史という視野にまで広げることが実は我々にとっては非常に大切なんだということも実は申し上げたいことなんだね、はい、つまり先ほどの例はまだその政策を論じることによって失業率がどうとか、うん、景気が落ちるとか倒産が増えるとか、うん、これももちろん大切なそして大変なことなんだけれども、うん、振り返ってみれば今世界全体では、うん、もっとギリギリのところで生きていらっしゃる方々たくさんいるんだね、うん、よく申し上げるんだけど日本という国で政策を論じ経営を論ずるというのはある意味では大変だけれども、はい、ある意味ではまだ楽な世界、うん、なぜかといえば日本という国はもう改めて確認するまでもなく戦後もう半世紀以上、うん、平和がずっと続いている国、はい、そして経済が今いくらなかなか厳しい状態だといっても世界でやはり、まあ、第2位だと言われるような経済大国、うんうん、そして科学技術を見ればもう身の回りにあるオーディオ製品一つでも、うん、世界で最先端の科学技術を使ったものが利用できる、そしてそれが医療にも使われていることもあり世界でも一番長寿で健康の国、そして教育水準という意味で見ればまあ大学に行ける人もかなり多い、うん、生涯学習ということも決して遠い世界の話ではない、社会人教育も非常に広がっていってる、もう誰しもが豊かな教育を受けられる時代になってる。この国において、うん、マクロミクロと言ってるのはまだそうは言ってもまだ随分楽な世界、うん、世界を見つめればそしてこの歴史を振り返ればもう今の全く逆で戦争の最中にあり逃げ惑いそして豊かさという意味で言えば経済大国どころかまさに飲まず食わず、うん、もうまさに餓死ということが目の前にあった、うん、そして科学技術といったって本当に廃墟のような場で、うん、生活するだけは精一杯という方いらっしゃる、そして教育一つでも未だ教育を受けることのできない方この地球上にたくさんいらっしゃる、うん、まあ、健康ということも長寿などということが話題になることそのものが夢のような国、うん、まず生きる、それがもう目の前の大きな課題になっている国
その国で生きていらっしゃる方いらっしゃると思うんだね、うん、でこれは実は日本という国においてもつい半世紀前はそうだった、うん、あの戦後のその世界でね、うん、まあ、もしくはその数年前の戦争の最中、うん、これが実は我々にとって非常に大切な視点ではないんだろうか、うん、つい我々油断するとこの一番豊かな国の、あの政策を論じそして、企業のその戦略を論ずることで、うん、何かあの素晴らしいことをしていると思ってしまう面があるんだけれども、うん、実は今本当に地の営みというものがこの地球上に生きる人類と名の付く人々のために求められるのであれば、うん、それは今申し上げたような方々を見つめる目線、うん、それを持たずして地の営みというものは本当の意味での深まりと広がりは持たないんだ、うん、実はシンクタンクの世界を歩んできた人間としてそのことを申し上げたいんだね、うん、あの自分は今の日本のシンクタンクの在り方というのはどちらかといえばこの国のそうは言っても豊かな国のこの政策を論ずるところにとどまっている、うん、そして企業戦略のコンサルティングもまあ日本の企業はそうは言ってもなかなかにしっかりとした豊かな企業が多い。でもちろんそれを今目の前の仕事としてなさることは大変大切なことだと思うけれども、うん、もしシンクタンクというものが例えばグローバルな営み人類の営みというものを見つめることが一つの社会的役割であるならば我々は決して忘れてはならない、うん、あのこの地球上に生きる人々の姿、うん、そしてこの地球上に生を受けそして去っていった方々の姿、うん、その姿を深く見つめるその目線を持たずして我々は実は今この時代のこの日本のこの日本の国にある企業の、うん、そして我々一人一人のプロフェッショナルの生き方ビジネスパーソンの生き方というものも論じ得ないんだと、うん、それが言葉の本来の意味での視野の広さということなんだと、うん、いうことをあの時折思うんだね。どうも我々油断するとあの知識の労働者とか、うん、知的職業という言葉をあのいわゆる上澄み液濁った水をスーッと置いておくと、うん、上に上澄み液あのきれいな水が下に沈殿していく、はい、その上澄み液の部分だけで、うん、その仕事をしてみたいとかできれば生きていきたいというような気持ちにあのなってしまうんだけれども、うん、でも実は今の世界の現実というのはまさにそんな上澄み液どころではない、うん、まだ本当に泥沼の中であのその中で悪戦苦闘している方々がいらっしゃるしもちろんこの日本にもその経営の現場で悪戦苦闘している方々がいらっしゃる、うん、その方々に対する目線というものをしっかり持たないと我々の地の営みというものは実は非常に大切な何かが欠けてしまったあのある意味では地の遊びのようなものになってしまうような気がするんだね、うん、あのでそれをあえて自分自身に戒めるような思いで、はい、まあ、この言葉を書かせていただいたと思うんだね、うん、でこの歴史というところに視野を広げ、はい、この地球上の日本以外の国の、あの人々の姿に、うん、まさに先ほど申し上げたようなミクロな視点中間図的な視点を持つときに、うん、我々の知的営みと呼ばれるものは本当の意味でその広がりと深みを獲得していくんだと、うん、ただその時にもう一つだけ大切な言葉があって、はい、先ほどの文章に書いた深い共感という、うん、この共感という言葉だね、うん、これはあのよくこれ我々誤解してしまうんだけれども共感というのはそういう恵まれない立場にいらっしゃる方々がいるんだそういう非常に不幸な状態の方々がいるんだからまあ人間としての共感を持とうとまあ割比較的この簡単に使ってしまう言葉なんだけれども、
共感という言葉の意味は、うん、あえて今日自分なりの定義を明確に申し上げたい、うん、それはどういう定義かといえば、例えばテレビでドキュメンタリーなどを見るときに、その歴史のある映像が映るときあるよね、はい、でこの本にも書いたシーンだけれども、例えば昔ベトナム戦争の最後のその段階をドキュメンタリーフィルムで映してたものがあったんだけれども、うん、あのまさにサイゴンと呼ばれる町が陥落する時の、もう米軍も逃げていく、人々ももう逃げていく、その大混乱の中での映像に、例えばあのこういうシーンがあったんだね、あの船がもうその人々を連れてあの出航しようとする、うん、あのおそらくその船に乗りたいと思って家族で駆けつけたんだけれども、あのいろんな人数の問題とか運べる人たちの問題があって、あの奥さんと子供だけを船に乗せて、でその自分だけ残って見送るあるあのご主人のね、あの映像があった。それもちろん多くの人と一緒になって必死になって手を振る映像があった。これは映画の一シーンではない。自分はその時にその奥さんと子供を船に乗せて、あの家族だけでも助かればと思って見送る、うん、それを必死に手を振るその旦那さんの姿、そして同じような境遇の方々がそこにあの鳩場で見送ってる、うん、その映像を見る時に、この歴史というものをあのやはり単にベトナム戦争の末期にあのサイゴンが陥落し、多くの避難民がその避難していったという一文で語ってはいけない、うん、そんなことを深く感じたんだね、うん、やはり我々ついそんなマクロな言葉で超感図的な言葉で語ってしまうけれども、現実にその瞬間にこの方は奥さんと子供を乗せて家族だけでも命が助かってくれればと思って見送り、おそらくもう一期一会どころじゃない、もうこれが今生の別れと思って送られたんだろう、うん、この方、この家族が再び再会できたかどうかはもう誰も知らない、うん、ただそのシーンを見た時に、このように歴史を生きた方々に対する思いを我々持つことなく、歴史を語るということはある意味ではそのこういう方々に対する冒涜ですらあるのではないんだろうかとなぜか思ったんだね、うん、その方々に対する人間としてのそのあってはならない姿のような気すらしたんだね。どうしてそう思ったかって、それが共感という言葉の意味なんだけれども、実はそのドキュメンタリーに残されているその方々の人間として生きた姿というのは我々の姿かもしれない。それは我々たまたま今の時代に生まれついたからそういう経験をしないで生きてこれているけれども、もし我々が人間としてこの世に生まれ落ちるときに、あの時代のベトナムという国に生まれたならば、あの方々の姿というのは自分の姿だったかもしれない、一人の人間としての自分の姿だったかもしれない。そう思うとき、我々は共感という言葉の本当の意味を知るんだと思うんだね。共感という言葉は決して恵まれた立場にいる人間がそうでない立場の方々に対する同情のことを言っているのではない、その方のその人間としての生きたその人生が、その姿がもしかしたら自分の人生であり姿だったかもしれないんだという思い、そして覚悟、それが実は共感という言葉の本当の意味なんだと、そのことをなぜかそのドキュメンタリーを見たときに感じたんだね。自分の若い時代の思い出なんだけれども、その時以来やはり歴史を語るときに、その一人一人の生きたその歴史の中でどのような思いで生きただろうかということを考えることなく、マクロな数字だけで
そして歴史の単なる客観的と呼ばれる事実だけで歴史を語ってはならない、そう思うようになったんだね。それは共感という言葉の意味が、あの映像の中にいらっしゃる方々の人生は自分の人生であったかもしれない、もしそうであるならば、自分があの方々であったならば、あの最後の陥落を単なる歴史の出来事として、事実として、最後では、あの最後に多くの人々が避難民として避難していったという、そのたった一行で語られたくはない。おそらく自分があの方々だったらそんなふうに思うのではないんだろうか、その時代を一生懸命に生きた自分というもの、その確かに人間の限られたささやかなささやかな人生であり命だけれども、それをやはりそのようにたった一つの言葉で簡単に語られたくはない、誰しもがそう思っているのではないんだろうか。もちろん全ての人々の名前を我々は言葉にして語ることはできない、ただそういう思いが我々の中に非常に大切な何かとして求められているんだということ、そのことだけは忘れたくない。もちろん自分も明日 どこかの場に招かれれば、歴史をまさに一つの客観的な出来事として語る瞬間があるだろう、そしてそのような形で本を書くことがあるんだろう。ただ地の営みというのは根本において、今申し上げたような同じこの歴史を生きた人々に対する深い共感の思いというものがなければ、そこで語られる言葉、そこで論じられる地の営みというものは本当の意味での力を持ち得ないんだ。それが実は我々地の営みという呼ばれるものを職業とする人間に求められる、ある意味での根本的な、そして最も大切な覚悟なんだと、そのことを今日は申し上げたいと思うんだけどね。ありがとうございました。Sophia Bank Radio Station. Sophia Bank, COJP.